はい、レオンチャンネルです。新仮面ライダー解禁きた。8月1日に情報解禁かと思いきや、本日7月26日の朝来ましたね。次の仮面ライダーは仮面ライダービルド。これかっこよすぎでしょ。どうしちゃった平成ライダー。なんかこれまで際物系はね、ここ最近連続してありましたけど、逆にこんなかっこよくていいんすかぐらい、むっちゃファーストインプレッションからいいんですけど、誰がどう見てもむっちゃかっこいいライダーがいきなりドドンとね、来ましたね。これが仮面ライダービルドなんだ。副眼のところを見ると、左目がちょっと生き物っぽいような造形で、右目がエネルギーなんか機械的な感じかな。で、赤と青のツートンになってて、これみんな思うと思うんですけど、パッと見ダブルですよね。やっぱ仮面ライダーダブルを思い出しますよね、このツートンから。で、変身ベルト部分には2つのコレクションアイテムが入ってて、これがボトルですよね。で、ここが発光するところと、ハンドルが回転するのかな、上下に移動なのかな。スーツ造形のスタイリッシュさに反して、ベルトはちょっとアナログっぽい見た目ですよね。これが公式ツイッターの画像で、これ以外はとりあえず画像がなくって、他のページを見ると、引用元は概要欄に貼っておきますが、新番組仮面ライダービルド9月スタート、主人公は史上最高 IQ の天才物理学者。天才ゲーマーの次は天才物理学者。ただバイクの形もなんかノコギリっぽいのがついてたりとか、後ろに大きいエンジン的なものがついてたりとか、宇宙に行きそうな感じのバイクですけど、潜在画像じゃなくて劇中画像でもビルドやっぱかっこいいっすね。というか左足のこの輪っか何なんだろう。東映の公式ページも見てみましょう。とりあえずこれは画像が1枚しかありませんが、鋼のムーンサルト、ラビットタンク、ありえない組み合わせで悪に立ち向かう新ヒーロー、その名は仮面ライダービルド。ベストマッチ、ウサギと戦車で実験開始。やばい。平成2期っぽいわ。見た目なんかダブル的な感じで、久々に最初からかっこいい仮面ライダー来たなと思いきや、ウサギと戦車で実験開始。完全に平成2期ですわ、このノリ。9月3日から放送がスタートするということは、やっぱりエグゼイドは8月いっぱいで終了なんですね。45話かな、そうすると。わー、早いけど多分予定通りなんですよね、展開的に。もう、まあ、サムネ倒したらやることないですもんね。戦いにおいてもまるで実験をするかのように2つの成分を組み合わせてあらゆる姿に変身します。ビルドドライバーに変身アイテム、フルボトル。これが僕が1年集めるコレクションアイテムの名前だ。2本装填することで変身します。フルボトルには動物や機械。あ、それでラビットとタンク？ウサギと戦車なんだ。多種多様な成分が込められており、それらの能力をボディに宿して戦うことができます。さらに2本のボトルの組み合わせの中には、効果的で強力なパワーを発揮することができるベストな組み合わせ、ベストマッチが存在し、必殺技を繰り出すことが可能と。必殺技用にフルボトルを入れ替えるってことなのかな。基本フォームはラビットとタンク、ウサギと戦車のラビットタンクフォーム。こんなかっこいい見た目なのにラビットタンクなんだ。でも頭部の、あ、ここね、ラビットね。で、これタンクの砲、あ、砲と戦車の砲身部分がここに来てるんだ。目のところだけ要素があって、それ以外はあんまり合体してる要素がないよね。色が違うぐらいですもんね。ウサギの跳躍力と戦車のパワーを合わせ持つフォームです。すごいこと言うな、ウサギと戦車。一見すると相反する両者ですが、その能力が組み合わさった時、果てしない力が生まれます。これこそベストマッチ。これから僕1年間動画でベストマッチベストマッチってやたら言うんでしょうね。もうそんな気がする。さあ実験を始めようか。仮面ライダービルドは戦いの最中にフルボトルの組み合わせを実験しながら、目の前に立ちはだかる敵に合わせて勝利の法則を編み出し、
敵を駆逐していくのです。火星で発見された謎の箱パンドラボックスを開こうとした瞬間、突如出現した巨大な壁から物語が始まる。スカイウォールと呼ばれる壁によって日本列島は3つに分断され、それぞれに東と西と北とという首都が生まれた。あ、わかった、これはサンライダースタートってことかな。各地域によってライダーが出てくる。そのうち東部にはスマッシュと呼ばれる未確認生命体が出現、人知れず人類を窮地に追い込んでいた。そのスマッシュの前に立ちはだかる一人の青年、その腰にはベルトが巻かれ、彼の手には不思議なボトルが握られていた。変身！天才科学者の青年は仮面ライダービルトに変身してスマッシュに立ち向かうのだった。今回はバグスターじゃなくてスマッシュなんですね。エグゼードのレベルアップによる驚きの変身からベストマッチなありえない組み合わせ変身、人類の平和のために戦い続ける仮面ライダーの新たな戦い、仮面ライダービルドの活躍にご期待ください。エグゼード終わっちゃうよビルド始まるの嬉しいけどエグゼード終わっちゃうね。あと1ヶ月か。まあでもビルド始まったらね、確実にまたドハマりするとは思いますが、でもエグゼイド1年間面白かったっすよね。まだありますけど。仮面ライダービルドのロゴはこうなってて、割とシンプルめ。今回も高岩さんが演じるのかな。というか平成って来年の年末まででしたっけ、と思うと今が19作目のビルドで、次が20作目で、それがラストの平成ライダーって感じなんですかね。ここに書いてあることは全部同じですので、8月5日のエグゼイドトゥルーエンディングにビルドがテレビに先駆けて登場、これはいつも通りですね。監督脚本は誰なんだろう。監督は田崎龍太さん。ああ、もうこれは安定ですね。脚本はドラマ電車男の武藤翔吾さん。おお、ということはコミカル寄りのライダーなのかな。他に何を書いてる方なんだろう。武藤翔吾さんの脚本作品を見ると電車男ドラマ版と、おお、花盛りの君たち、イケパラの脚本だ。イケパラむっちゃ面白かったですもんね。勢いがあるコミカル路線で行くのかな。映画ではテルマロマエとかクローズゼロにクローズゼロツーも書かれてらっしゃいますね。これまで平成ライダーの脚本を書かれてない方なので、まあ、高橋優也さんもそうでしたから、エグゼイドの楽しみ。9月3日スタートってなるともうすぐですよね。1ヶ月ちょいぐらいで始まりますので、なんかまだまだガシャットで遊びたい気分なんだけどもうあと1ヶ月で終わりなんだ。エグゼイドそのままアマゾンプライム限定で年末ぐらいまで、もう3ヶ月4ヶ月ぐらいそのまま新シーズンやってほしいぐらいの勢いですよね。オーブみたいに何はなくともあと1ヶ月で新ベルトとかフルボトルとかがたくさん発売しますので、またレビューしまくりますから、レオンチャンネルを今後ともよろしくお願いいたします。では今回紹介したページはすべて概要欄にリンクを貼っておきますので、詳しいことはそちらからご確認ください。以上、本日情報解禁された仮面ライダービルドの紹介でした。ベストマッチ！